ボッケボッケボボボボボッケ。はい、ということでボケ大喜利のお時間でございます。この60分番組のボケラジオのオープニングトークでやってますボケ大喜利のお時間でございます。ボケ大喜利はですね、ツイッターで前もってお題を出しております。そちらにちょっと回答いただきまして、私が、読むスタイルとなっております。もしくは配信アプリのワンセブンライブ、こちらの方で、生放送でやってるわけでございますけれども、いつやるかっていうのは全く告知してませんので、たまたま参加できた方は、一緒にしていただければなと思っている次第でございます。はい、生放送ではねございませんので、今面白い回答をね思いついた方、申し訳ないんですけれども、ラジオお聞きの皆さん申し訳ないんですけれども、ツイッターで前もって募集してますんでね、そちらで回答いただければなと思います。はい、そして今週のお題はこちら、あだ名がバレンタインなんで。はい、あだ名がバレンタインなんでということでね、まあちょうどね、ぴったしではないと思うんですけど、バレンタインの時期ということでね、はい、このお題ですね、バレンタインデーの時期ということでこのお題とさせていただきます。はい、回答はいかがでしょうか。運転の星空星になったのか、回答はいかがでしょうか。はい、ツイッターからもいくつか回答いただいてますね、ありがとうございます。はい、お、こんな感じね。あ、なるほどなるほどなるほど。はい、ありがとうございます。じゃあワンセブンライブでいきましょうか。お題ちょっともう一回いきましょう。あだ名がバレンタインなんで。あだ名ね、あだ名、あだ名、ニックネームですね。はい、いきましょう。ワンセブンライブから、読み逃してたらすいません、いきましょう。焼肉さんの回答、焼肉さん、いきましょうね。あだ名がバレンタイン、もう一回いきましょう。ワンセブンライブから焼肉さんの回答、いきます。あだ名がバレンタインなんで。バレンタインデーの日だけ投稿してくるから。というわけでございます、ありがとうございます。いや、これ実はねツイッターの答えもちらっと見てるんですけど、ツイッターでも同じ回答があった気がする。あるな、ちょっとこれは、実はあるんです、ツイッターでも回答いただいてる方が。はい、ちらっと見てたんですよ、岡崎も ちらっとチェックしてて、なんとなく見てたんですけど、はい、その他の日は引きこもりとプラスアルファで焼肉さんつけてくれてます。ありがとうございます。じゃあちょっと行きましょう、ツイッター行きましょうか。あ、説明するのは忘れてた。ボッケ大喜利ですね、この ボッケ今なりましたけど、このボッケの数を競うで、お答えいただいたものに対してボッケ岡崎が、まあ、独断と偏見で数を超えてね、ボボボッケボボボッケ、これ2ボッケってことでね、何ボッケか何個ボッケかっていうのを岡崎はこれやっていきますんで、で、その回答のボッケの数ですね、ボッケの数が多い方、月間 MVP の方が、優勝ということでね、商品をお送りさせていただくという流れになってます。全然商品遅れてないですね、実はね。発送させていただきますんで、ちょっと、長い間になりますけどもね、お待ちいただければなと思います。はい、行きましょう。ツイッターから大開放さんの回答、あだ名がバレンタインなんで。ロッテの元監督にそっくり。ボッケボッケ、はい、2ボッケでございます、ありがとうございます。大開放さん、ありがとうございます。そうですね、まあ大体バレンタインといえばバレンタインデート、そのロッテでしたっけ、ロッテの元監督、野球のね監督さんのバレンタイン監督って言いましたからね、その方が思い浮かびますね。ただ岡崎ちょっとそんなにね、そんなに野球見ないんで、バレンタイン監督がどんな監督やったのか、まあ、外国人だったのは分かるんですけどもね、何人だったのかとかもちょっと分からないですね。はい、ご存知の方いらっしゃいますでしょうかね。はい、結構前で10年ぐらい前、10年以上前ちゃうかな。はい、ワンセブライブからミエさんの回答いきます。あだ名がバレンタインなんで。洋服がチョコレートでできている。スリーボッケでございます。みえさんの回答ありがとうございます。
なるほどね、あだ名がバレンタイン、チョコレートね、バレンタインデーはチョコレートですからね、そういうことでございますよ。一時期ね、いましたね、なんか牛肉を服にしてみたいな、レディーガガさんでしたっけね、あの方もなんかね特殊な服を着てらっしゃいましたけれどもね、洋服がチョコレート、この時期はいいですよ。この、放送は 2月なんですけどもね、2月の時期はいいでございますけれども、これ夏は大変ですよ。もう出かけて10分後にはもう裸状態ですよこれ。行きましょう。どっちから、こっちやな。あ、この回答ちょっとね、 大解放さん、ツイッターから行きましょう。ツイッターから大解放さんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで2月14日のみ学校に来る。これちょっとすいません、かぶってたから。ボッケーボッケーボッケー、スリボッケーにしときましょう。はい、2月14日のみ学校に来るということでね、さっき焼肉さんが補足で他の日は引きこもりって書いてましたからね。行きましょう。ワンセブンライブどうでしょうか。アリが集まってくる。あ、服がチョコレートだからね。はい、そういうコメントもいただきましてありがとうございます。行きましょう行きましょう。あれちょっと待って。あれ。足のどこまで行った。どこまで行った。わからなくなってくるぞ。ちょっと待って。さ、行きますよ。来ました。ワンセブンライブから皆さんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで名字がバレン、名前がタイン、ややこしい。ボッケーボッケーボッケー、スリボッケーです。名字がバレン、あだ名がタイン、全然あだ名じゃないけどね、あのフルネームで呼ばれてるだけ。まあた、バレン、バレンさん、タインさんやったらバレンタインって呼ばれるかもね、そうかもしれない。行きましょう。ツイッターから大解放さんの回答いきます。あだ名がバレンタイン、なんで何事もちょこっとしか頑張らない、チョコだけに。ボッケボッケボッケ、釣りボケでございます。ちょこっとしか頑張れない、ちょっとなんか、ちょこっと頑張るから、まあ、チョコやからバレンタインさんね、はい、何事もねちょっと頑張ってるわけですから、まだマシかもしれませんね。はい、バレンタイン監督は血の気の多い監督やったということで、焼肉さん、はい、ありがとうございます。あ、そうなんですね、血の気が多い、結構喧嘩してたんですかね、乱闘的なね、あったかもしれません。先手必勝は先に回答してましたからね。行きましょう。ワンセブンライブからミエさんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで365日洋服にカカオ 70% と書いてある。ツーボケでございます、はい、ツーボケでございます。365日がよくわからないですけどね、カカオ 70% ちょっとね苦味の強い、まあ、チョコレートだとしたら苦味の強めのチョコレートじゃないでしょうか。岡崎あれ好きなんですよ、あんま売ってないんですけどね、あのルックかな、チョコレートのルック、ね4種類か5種類か忘れたけど、カカオの配分が違うのが何種類か入ってるんですよ、ルックでね、あの箱のタイプのチョコレートでございますよ。あの昔からあるので言うと、あの箱のタイプの中にフルーツの何ソースみたいなのが入ってるのあるでしょ、あの黄色い箱のやつね、あれのチョコレートのカカオ配合分が、配合パーセントが違うっていうチョコが好きで結構食べてるんです、実は仕事中に、あれ確か最高で 72%、 一番低いやつでカカオ 27% だと思います。行きましょう。ツイッターからプッチョアンさんでございますよ、ありがとうございます。プッチョアンさんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで連帯責任ばかり取らされているから。どういうことや、ちょっとボボボボボッケ、どういうこと、一ボッケにしとこ、わからん、連帯責任ばかり取らされている、バレンタインデーとは関係ないよね、連帯責任、バレンタイン監督、バレンタイン監督なんか連帯責任取った、ちょっとわからないですよ。今血の気が多いっていう情報は得たんですけど、バレンタイン監督の情報っていうのはもうほぼ皆無に等しくて、違うかな、どうなんでしょう。ワンセブンライブは今回答が滞っている状態でございますね。はい、行きましょう。プッチョアンさんの、滞ってるのは違う、止まってる状態ですね、行きましょう。プッチョアンさん、また
回答ありがとうございます。あだ名がバレンタイン、なんでバレンタインにたくさんのチョコを手渡すがほとんど受け取り拒否されるから。女性側これフリーフォッケーです。バレンタインにたくさんのチョコを手渡す、あ、チョコを渡すってことはやっぱ女性側ですよね。しかもたくさんのチョコってほとんど受け取り拒否される、なんででしょうか、ギリチョコはいらないみたいなことなんでしょうかね。違いますかね、どうでしょうか。行きましょう、部長アンサーが空振ったって連帯責任、連帯責任はちょっと何か岡崎には分からなかったです。行きましょう、さらにプッチョアンさん来てますよ。プッチョアンさんありがとうございます。あだ名がバレンタイン、なんでハートチョコレートがめっちゃ好きって、それうちのことやないかい、知りません。スリーにしとこ、はい、知りません。ハートチョコレートが好きっていう人がいるんですか。チョコレートは形で選ぶもんじゃないと思うんですけど、味だと思ってるんですけど、ハートだから好きとかあるんですかね。はい、行きましょう。ちょっと待って、プッチョアンさんが回答今連続できてますね。あだ名が、ミエさんの回答、待ってくれ、ちょっと投げやり感がすごいな。あだ名がバレンタイン、なんで岡崎チョコ味新発売、岡崎は売ってません。ボッケー、ボッケーです。一ボッケーでございます。今プッチョアンさんに、はい、追いつかれそうになってますから、もう引き出して、もう絞り出してる感じがすごいしますけどね。行きましょう、プッチョアンさん、ツイッターからプッチョアンさんの回答行きましょうね。あだ名がバレンタイン、なんで毎年節分の日に恵方を向いて無言でポッキーを食べている、チョコ関係ない、バレンタイン関係ない、ツーボッケ、ツーボッケでございます。そうか、節分ね、節分いつの頃からかな、もうなんか最近よね、あれ岡崎中学生ぐらいからなんか恵方巻き巻き寿司をある一定の方向向いて食べるみたいな、急に言い出した気がするんやけど、昔からかなあれしかもポッキーやしね、ポッキーは11月11日でしょ、1111がポッキーの日でしょ。はい、行きましょう。ツイッターからプッチョアンさんの回答、プッチョアンさん連続でございます。はい、プッチョアンさんの回答がこれラストでございますので締め切りとさせていただきます。はい、ワンセブンライブの方も締め切りとさせていただきましょう。プッチョアンさんいきます。プッチョアンさんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで昼食時の水分摂取は基本チョコレートドリンク、それはもう喉乾く、ボボボッケー、ボボボッケー、ボボボッケー、スリボッケーでございます。いや、チョコレートドリンクってほんま生涯で1回か2回ぐらいしか飲んでないけど、なかなかごくごく飲めないですよ。あれはほんまドロドロ感がすごくて、まあメーカーによってまた違うんかもしれませんけれども、基本あれ牛乳足して飲むもんよね、多分ね、違うかな、どうなんでしょう。さあ、締め切り締め切り、みえさんの回答でラストでございましょう。はい、いきます。ワンセブンライブからみえさんの回答、あだ名がバレンタイン、なんで FM 姫丸ごとチョコ本庄バレンタイン、もう意味がわかりません。ワンボッケでございます。何ですか本庄バレンタイン、本庄剛志というね芸人さんがやってる、FM 姫でございますけれどもね。はい、 FM 姫ってのが大阪にあるんです、大阪市、今は淀川区にありますけれどもね。はい、そこでもこのラジオ番組放送されているという形になってまして、まあ各局で放送させていただいております、ありがとうございます。はい、岡山の方から、はい、いただいております。そして、島根県の方からいただいております。はい、佐賀県の方からいただいております。そうでございます、いろんなところからね放送させていただいてありがとうございます。佐賀県唐津市、島根県、出雲市、岡山県、あそこどこになるんだ、備前市だと思うよ、多分備前市かな、うん、ちょっと地域が備前あたりだというイメージですけどね。行きましょう、行きましょうじゃないか。今週の MVP はプッチャンさんです。おめでとうございます。はい、プッチョアンさんでございますよ。さあ、ということでね、
ボケラジオスタートです。